こんにちは。今回は数の性質の問題です。解説の前にまずは問題の内容を確認しておきましょう。各位の数を加えたら18になる小数がある。例えばどんな数かって言いますと、34.5、10になる。ここ6ですから合計18になりますね。各位の数っていうのは10の位、1の位。小数第1、小数第2、こういう風に全ての位ですね。3たす4たす5たす6、これを足して18になる。こういう風な小数があります。この数を 0.98 で割って、もちろんこの数自体は適当に書いたんで、0.98 では割れないと思いますね。で、割って1の位の数字を消して、これが実際に割れないと思いますけど、割ったとして答えが 32.47、これぐらいになったとします。この時の、この数の1の位ですね。これを消して、これを詰めて書くと 3.47。こんな感じになりますね。これ1の位の数字を消して、実際にこの数を 0.98 で割って、1の位の数字を消して、隙間を詰めると 1.6 になりました。本当は、こんな数でしょうね。ここに何が入るかわからないですけど、こういう数になります。じゃあ元の数、これはいくらですか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきましょう。だいぶ最初の説明長かったような気がしますけれども、ここに書いてあることですね。これを式にします。四角がある。この四角っていう数を、0.98 で割って、で、1の位の数字を消して、隙間を詰めると 1.6。っていうことは、実際の答えは、10.6 になったと。こういうふうに考えることができますね。で、この数自体が、各位の和。これが18です。これが分かってることですよね。割り算の形ってちょっと分かりにくいんで、0.98 っていうのは、分数で言うと100分の98。もちろん100分して50分の49ですね。これで割ったってことは、かける49分の50した。こういうことですね。だから元の数を、49分の50って書いてもらってもいいんですけど、こっちを50倍して、答えですね。これを49倍した。こういうふうに表しておきましょう。さあ、そこでです。各位の和が18。この各位の和について、数の性質でよく出てくる事柄があります。倍数判定法ですね。ここで出てきます。3の倍数とか、9の倍数とかですね。各位の和が3の倍数。これが3の倍数判定法でした。9の倍数については、各位の和。これが9の倍数になればいい。これが倍数判定法でよく出てくる各位の和です。今回、各位の和が18ですね。すべて足したものが18っていうことは、当然18って9で割り切れますよね。っていうことは、元々のこの数ですね。この数は9の倍数。っていうことがわかります。もちろん50倍しても9の倍数は9の倍数ですね。っていうことは、ここが9の倍数になればいいと。ところが、かける49っていうのは、かける、これは7かける7のことですね。元々の数、これ自体が9で割り切れなければ、7倍7倍っていうのは何の意味もないわけですね。これ考えなくていいです。9の倍数になるためには、これ自体ですね。これが9の倍数であればいい。じゃあもう一回戻りますけど、9の倍数になるためには、各位の和ですね。ここ、ここ、ここ足したものですね。これが9の倍数になればいい。1と6足して7。っていうことは、ここに入るのは2ですね。答えが 12.6 になるような数。じゃあ、元の数求めるのに、0.98 で割って 12.6 になったんだから、12.6 の 0.98 倍ですね。ちょっとしんどいですね。12.6 の1倍。12.6 そのものですね。それから 12.6 の 0.02 倍引いたものですね。0.252。これ引いたものです。ということは 12.348。これが求める答えになりますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。